リボンウォレット、ショルダーバッグのムックです。があんま好きじゃないんだけど、白だったらすごい嬉しかったんだけど、赤しかないからまあしょうがないかな。でカードがねすごいいっぱい入るんです。カードが 1,2,3,4,5,6 以外にフライトチケットとか長細いのがここ入るのがすごいいいなと思って、おおっと思ったら、さらに反対側とか見るとミニポケットが2個あって、鍵入れたり車のキーとか、なんかこうリプスティック入れられたりで、大きいポケットもあって、で真ん中にこの小銭入れとか、おーって感じ。開けていきましょう。じゃん、なんか2つ入ってるように見えるんだけど、あ、そういうことか。ちょっとね薄い、すごいスリム、最高。まあ、ストラップ後でつけるとして、まずこっちから、あ、綺麗、縫い目も綺麗だしいい感じじゃないですか。まあ、若干リボンが左右長さがこの幅が違う、本当はもっとこっちにギュッと押したいところですけどね。まあよし、迷わず買いました。もうこれ見て一発で買うって決めて迷わなかったです。ただ色が赤なので、私赤実は嫌いで、これが白だったらよかったななんて思うんだけど、嫌いな赤でも買ってしまおうと思える機能が素晴らしいのはついてます。まあこれリボンは引っかかるからいらないかなってところなんですけど、まずねサイズがね思ったよりちっちゃいかな。ここが19センチぐらいで、大体ですけど 12.5 かな。リボンなしならば2センチぐらいかな。で、まあさすが付録だけあってリボンがこっち長くてこっち短いとか微妙な違いはあるけど、まあそれはいいとして、分かって。でね、こういうふうに2つ分かれてて、中央分離帯はジッパーになってて、小銭とか入れる、落ちないようにしたいものを入れてて、でこちらね、ここからすごくなってきます。こちらにカードケースが、カードポケットか、ワンツーワンツーワンツーで6ポケットプラス、ここにねチケットとか入れられるの、航空チケット、フライトチケット、もうそれおおと思って、もうそれで買うって決めたの。で買うって決めてからさらに調べていくと、すごいこれもう絶対今すぐ欲しいと思えたのは、このカードが入っているのと反対側のこっちに結構マッチのあるポッケ、これが2つついてて、キー入れたりなんかリップ入れたりとかできるっていう感じ。これはすごいわと思ってね、これで全部ここまで細かく仕切られて使い勝手よくして、で2000円前後っていうのは、まあそれは赤でも買うそう思ったの。ただね、シンプルスリムコンパクトのスリム、じゃあスリムなんですけど、これだけいろいろポッケが入ってるのに全部入れるとかなりパンパンになっちゃって、ここ閉まんないぐらいになるから、もっと中身は厳選して薄めなのを入れないと結局こうはならないってやつね。もうすごい、これがね色さえ白だったら最高だったんだけど、まあいいかな。これはクラッチにもできるし、デカ財布としても使えるし、ストラップ止めて、こういう感じで使える。
スラップの長さは調整できません。肩だと肩にかけると腰ぐらいかな。斜め掛けは私は言えないので、よいしょ、肩にかけるとこんぐらい。こんな感じです。あ、バッグの中に入れる感じかな多分。本当に私赤ダメ。なんで赤嫌いかっていうと、攻撃的な感じでこう圧迫感を感じて、わかるかな、攻撃的な感じ、疲れちゃうんですね赤と一緒にいると。なんであんまりこう赤はこれクリームなんだけど、まあ後ろのこれとか白、白がすごい好きなんだけど、白ってこう主張あんまりしてないっていうか、まあ白でパキってするとなんかすごい目立ってる。スーツがね全身白だったら確かに目立つし、バリバリ主張してるようにも見えるんだけど、しっかりしてる、ちゃんとしてるけどうざくないのかな。チンとして背筋が伸びて、理念は持ってる、自分の考えは持ってて、一本筋は通ってるけども、相手に押し付けないっていうところ。でもね、赤は自分の主張を相手に押し付けようとして攻撃して、こっちのテリトリーまで来るのがあって嫌って感じがします。私白の次に好きなのは青。これはツートップね、ツートップ。青はねもういろんな色のペンを集めて、大学生の時ぐらいから東急ハンズ行って、ブンブンのステーショナリーコーナーでもうブルー系のペンばっかりこう試して、パープル系のブルーも好きだし、うん、これはバックインバック的な使い方、あとウォレット的な使い方かな。